深さんおっしゃったように、その5人以内に出てくることは、まあ、マストな条件だと思っているという発言がありましたけども、こう総理もですね、関係した議員には説明責任を果たすように促していくという、別に我々が求めてもいない総理本人まで出て、公開の場で説明になったかというと、ちょっとそれはね、なってないと思いますけれども、でも出てくることは出てきたわけですよね。で、まあ、それで5人も出てきたわけです。まあ、当然残りの人も出てくるのが普通じゃないですか。まずは出てきてちゃんと説明をするということ、これは最低限の話であって、それもできない、やる気がないとなると、それは説明責任を果たす気がないと言わざるを得ないんじゃないかというふうに思います。